はい、これで OK。 はい、おはようございます。それではですね、出かけたいと思います。はい、ではえ、今日の御言葉からいきましょうね。11月6日月曜日、私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉から石の心を取り除き、肉の心を与える。エゼキエル 11-19。 Then I will take away your stubbornness and make you eager to be completely faithful to me. You will want to obey me. Then I will take away your stubbornness and make you eager to be completely faithful to me. You will want to obey me. 私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉から石の心を取り除き、肉の心を与える。これまさにですね、これ旧約のエゼキエルですけど、まさにこれは新約の予言なんですね。新約の予言、つまり十字架によってですね、皆さん、十字架によって、その私たちイエス・キリストを信じる者に聖霊が与えられる。そして聖霊によって私たちの心が変わる。石の心から肉の心に変わる。石の心から肉の心がに変わる。つまり多くの人たちの心は石の心だということですね。多くの人たちの心は石の心、その石の心が肉の心に変わる。それが、私たちの信仰です。イエス・キリストを信じることによって石の心から肉の心に変わる。要するに柔らかい心、柔らかい、これね、肉的という意味じゃないんですね。霊的肉的だったら、逆に石がまあ肉的と言ったらいいのかな。で、この場合肉が霊的ということで、ちょっとここのとこは気をつけなきゃいけないんですけど、石の心が悪い心で、肉の心が柔らかい心ということで、ぜひ皆さん、これとても大事な御言葉なので、そのイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると、肉の心から、ね、石の心から肉の心になる。石の心から肉の心になる。それをぜひ皆さん、理解してみてください。それでは行きましょう。今日はどこに行きましょうか。ルータ。今日はいい天気ですね。ちょっと靴をちょっと履くのを、サンダルを履いておりまして、すいません、ちょっと今日すいません、サンダルを履いておりまして、今靴に履き替えてきましたけど、サンダルでも行けなくはないんですけど、サンダルだとちょっとですね、歩きにくい。はい、それでは様子、こういう感じですね。さて、どこに行きましょうかね。どこに行きましょうか。そうですね。
ほとんど あちこち、行ってるので、新しいところはほとんどないという。じゃあ、まあちょっと歩きましょう。ちょっと、行きましょう。おはようございます。おはようございます。今日寒いですね。ねえ、ほんと。それではですね、どっちに行きましょうかね。太陽そうですね、今日の歌詞はとても大事なので、ちょっとですね、後でそこのベンチで座ってちょっと聖書を読みたいと思います。なぜ大事かというと、私たちは、新約聖書の新約聖書の信仰を持っています。それがですね、旧約聖書に預言があるという、旧約聖書の中に、新約の預言がありますので、その新約聖書を通して、ごめんなさい、旧約聖書を通して本当に新約のことが預言されているんだ、神の言葉の成就なんだ、私たちの信仰というのは神の言葉の成就だということを私たちは確認できる、旧約聖書によって、旧約聖書によって私たちは私たちの新約の信仰が、神様の預言にあるんだという、そういうですね、確認ができるんですね。ごめんなさい、ちょっと息がハーハーしております。じゃあ、そのエゼキエル、聖書をコピーしてきた、エゼキエル11をですね、ちょっと読みたいと思います。またね、エゼキエル11、16からちょっと読みますね。エゼキエル11の16、それゆえ、神である主はこうおっしゃられる。私は彼らを遠く異邦の民の中に移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、私が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、
すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除く。私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の見告げ、こういうふうに予言されています。そしてここに2つの予言があります。2つの予言ですね。で、1つの予言はイスラエルがですね、まあ異邦の民に散らされているけど、散らされているけど集められるという予言がありますね。およそ2000年前、西暦70年にですね、イスラエルはローマによって滅ぼされて世界中に散ってしまいました。このエゼキエルっていうのは、まあ紀元前5、600年ぐらいだったかな。ですからその500年か600年ぐらい経ってからこのエゼキエルの予言が成就するんですけど、まさに世界中に散ってしまったんです。それが一つ。それを二三と言います。二三。それから今度は集められるという予言があります。それは20世紀に入って、この間バルフォア宣言というのを学びましたよね。あのバルフォア宣言の前後からイスラエルは集められて、で1948年に再建しました。その後もずっと20世紀に至って、今でも世界中からイスラエルの人、ユダヤ人ですね、ユダヤ人を集められてるんですよ。今でもね、帰還というんですね。それを離散に対して帰還で、帰還のことはアーリアって言うんですね。アーリアで、離散のことはディアスポラ、イスラエルの人たちが2000年前に散らされたことを離散、ディアスポラと言います。世界中に散りました。そのユダヤ人がですね、今は集められています。それをアーリアと言います。アーリア。そしてそれが今成就したんですね。ですから聖書の予言が成就するというのを歴史で見ることができるんです。2000年前のディアスポラ離散も成就しましたし、この20世紀のアーリア、帰還も成就してるんです。聖書が本当に神の言葉だということが歴史で確認できるんですね。その歴史を見て神の言葉が成就しているということを確認できます。これはとても大きな、そのことなんです。聖書が本当に神の言葉で、必ず神の言葉が成就しているということの証拠なんですね。ですからぜひこのディアスポラとアーリア、これが本当に聖書が歴史的に正しいということを証明する証拠なんです。そして実にもう一つ素晴らしい予言が成就しています。それは今日の御言葉19節ですね。19節。つまり私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。これはイエス様を送ってくださり、イエス様から十字架にかかってくださり、イエスキリストを信じる人の心が変わるということの予言です。
この新しい霊というのが聖霊様です。そしてさっきも言ったように、石の心が肉の、石の心は罪の心で、肉の心が神の愛の心、ね、皆さんこれがですね、これが本当だということが皆さんの証です。皆さんはイエス様を信じた方がたくさんいます。イエス様を信じた方がたくさんいますが、そのイエス様を信じた皆さんがですね、本当に石の心から肉の心になった、まさにこれが証です。証です。このエゼキエル11章、エゼキエル11章の神の言葉、神の予言がですね、聖書の予言が皆さんの証によって成就しているということの、証拠ですね、証です。皆さん自身その旧約聖書の、ね、予言をですね、旧約聖書の予言を皆さん自身が証しているということになります。このエゼキエル11章には大事な大事な予言が2つあって、私たちはその2つの予言を見ることができる、確認することができるということです。皆さんですから、今はまさに私が伝道しているということは、多くの人たちの石の心が肉の心になっている。皆さんの心は以前は石の心だったけど、今は肉の心になりつつあります。まだ半分石の人もいるかもしれません、半分石の心の人もいるかもしれませんが、ます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 悔い改めて、ますます御言葉によって、ますます油注ぎによって、私たちの心が、肉の心になりましょう、ね、皆さん、肉の心になりましょう。それがとても大事です。はい、それではですね、それでは、今日アメリカのニュースで教会で乱射事件があって、20何人殺されたというニュースがあって、非常にびっくりして、そして本当にショックですけど、まさに、悪魔がすることです。悪魔はですね、教会を迫害します。教会を迫害します。聖書にそういう予言がありますね。あなた方は患難がある、迫害がある、あなた、私がまず憎まれる、あなた方も憎まれる、あなた方も憎まれるとあります。ですからキリスト教の歴史は迫害をされる歴史、迫害をされる歴史なんです。江戸時代も隠れキリシタンが迫害されました。多くの、クリスチャンは殺されたんですね。拷問にあって迫害されて殺されました。今でもですね、この間インドの教会が破壊されているという、そういうニュースも聞きました。世界中で教会は迫害されています。しかしそれは霊的な戦いなんです。教会というのは迫害されても伝道します。迫害されてもイエス様の御心を行います。ですからそこに神様の力が働きます。神様の栄光が表されます。教会というのは迫害されれば迫害されるほどさらに広がっていきます。よく中国ではですね、今クリスチャンが多いんですけど、共産主義ですから中国の教会も迫害されました。しかし中国ではその迫害されればされるほど教会が広がって伝道が進みました。
そういうところがあります。それからもう一つちょっとアナウンスがありますが、先週から夜はですねチャンネルで放送するようになりました。でチャンネルというのはですね、一見有料に見えますけど、私は無料で やっておりますので心配しなくて、お金はかかりませんので、無料でチャンネル見れますので、ぜひ心配しないで、今晩もチャンネルでやりますけど、そしてフォローというのがありまして、そのチャンネルにフォローして くださればお金はかかりません。無料でフォローできます。フォローしてくださるとニコレポ皆さんのニコニコレポートかな、ニコレポにですね放送が始まったとかいう連絡が行くと思いますので、ぜひ皆さん、会員にならなくてもフォローしてくださるといいと思います。フォローすることによって放送が見やすくなると思いますので、ぜひ私は無料放送でやっておりますので、フォローしてくださると嬉しいと思います。そして今晩は特別な放送をしますね。この間斉藤亮さんという方の、その証を読みました。交通事故で全身不随になってしまった方です。そして、クリスチャンになりました。その斉藤亮さんがですねスカイプでインタビューをしてくださるということで、インタビュー放送今晩します、ね、夜8時、ぜひ、放送見てください。それでは、明かしタイム行きましょう。明かしタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、石の心から、肉の心になった証、石の心から肉の心になった証、スタート。頭痛が治りました。腰痛が治りましたかな。この放送は信仰のオアシスだと思った。この放送でイエス様を信じ知れました。おはようございます。ハレリア、重荷がなくなりました。死後の世界はあると思いました。この放送を見ると笑いが止まらなくなりました。死後の世界に行くには信仰が必要だと思った。天国に行くためには信仰が必要ですね。
友人にキリストの話をしました。アメン。天国ポイント今からでも間に合いますか？もちろんですよ。もちろん今から間に合いますよ。今から間に合います。クリスマスはどうやって過ごせばいいですか？信仰で過ごしましょう、ね、信仰的に過ごしましょう。今年は12月24日が日曜日なんです。12月24日にクリスマス礼拝をします。多分キャンドル礼拝をすると思います。ありがとうございました、なんかスマホでもですねコメントビューアーがあるらしいんですけど、そのコメントビューアーがあるならば、まあ、それを見ながらやりたいんですけど、スマホはあれですよね、両方見れないですよね。放送しながらコメントビューアーはちょっとできないんじゃないかと思います。スマホ2台が必要かもしれませんね。スマホ2台があればコメントビューは見れるかもしれませんね。はい、ありがとうございました。やはりちょっとコメントは、見えにくいので、やっぱりちょっとコメントビューは入れる必要があるかもしれませんね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ファイナルメッセージいきましょう、ね、ファイナルメッセージ、今日のエゼキエル11章は2つの大事な予言がありました。そして私たちはその2つの予言を確認できているんですね。その1つがディアスポラとアーリア、イスラエルの遺産と帰還、この20世紀21世紀に入ってイスラエルは集まって集められる、また神の国ができたんです。イスラエルはまさにイスラエルの再建こそ神の言葉の成就であり、神の栄光であり、まだイスラエルは今だんだん経済的にもいろんな意味でその国として栄えてきています。そしてイスラエルはイエス・キリストを信じる素晴らしい国となっていきます。皆さん、これからイスラエルがそのイエス様を信じて素晴らしい国になることを見てください。もちろん
エゼキエル戦争といって、まあ、イスラエルに、ロシアが攻めるということもあるでしょう。そういう意味ではイスラエルはまだ、そういう苦難もあるかもしれませんが、しかし最後にはイスラエルはイエス・キリストを信じて救われるという、まさにこの人類の歴史の大きなクライマックスになっていきます。そのように、聖書の預言を通して神様がおられること、そしてこの歴史が、神様がこの歴史を動かしているということを確認することができます。もう一つはイエス・キリストを信じる者の心が石の心から肉の心になるという、ものすごく大きな、まあ、出来事、まさに十字架の働き、まさに福音というのはそういうことです。ですから皆さん、それは私たち自身が経験できることです。私たちの心が石の心から肉の心に変わっているという、今の証にもあったように、私たちは証ができるんです。イエス様を信じると心が変わる、心の中に聖霊様が来てくださって、私たちの心が柔らかくなる、神の愛を持つようになる、それこそ証なんです。皆さんの証なんです。ぜひ皆さん、私たちはこの証を持って歩みます。この証を持って歩みます。ぜひ、私たちはます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 肉の心になりましょう。柔らかい心、誰に対しても愛を示す心、いつも聖霊様により頼んで、いつも聖霊様に従って、聞き従って歩もうではないでしょうか。それではですね、もう一度ちょっと景色をお見せ しましょう。いつも同じ景色で申し訳ありません。いつも同じ景色、まあ、そういうわけで、これからですね、ますます聖書の予言を見ていくでしょう。どういうことで、まあ、聖書が予言されて、聖書の予言が成就しているかを皆さんに、まあ、説明していくと思いますが、そのアメリカの、教会の、まあ、収益、まあ、それもある意味では予言されていると言ってもいいかもしれません。教会がですね、迫害される、教会が迫害される、これも予言されています。私たちはその同じクリスチャンとして、その教会で殺された、または傷ついた人たち、また家族のために祈りたいと思います。
緒に世界を見て、イスラエルを見て、本当に世界がどのように変わってきているのか、様々な出来事の中に霊的な戦いがあり、神様の介在があり、私たちはそういう神様の介在の中で世界を見ていきたいと思います。太陽が、日本の、ね、これ朝日です。日本の夜明けが近いと信じます。日本の夜明けが近い、もうすぐ、もう日本は夜明けになる。もうすぐ日本は霊的な夜明けにもなる。もうすぐ日本は神様、神様の訪問。今トランプ大統領が日本に来ましたけども、同じようにイエス様が、もうすぐ、イエス様が日本に来ると信じましょう、ね、イエス様がもうすぐ日本に来ると信じましょう。それでは皆さん招きをしましょう。今日の放送を見て、ディアスポラとアーリア、離散と帰還が成就した。イスラエルの帰還と離散と帰還が成就したのを見て、本当に神の言葉は必ず成就するということを見た。またイエス・キリストを信じる者が石の心から肉の心に変わるという、この予言も自分の体験として経験している。神の言葉は必ず成就する。天地が滅んでも神の言葉は必ず成就する。イエス・キリストによって神の言葉が成就している。イエス・キリストによって神の言葉が成就している。本当に私たちは神を見ている、神の力を見ている、神の言葉を見ている。私たちは目に見えない神を神の言葉によって確認している。イエス様を信じて、イエス様を信じて、もっともっと神様のことを知りたい、神の言葉を知りたい、石の心から肉の心になりたい、石の心から肉の心に変えてもらいたい。それはイエス様のおかげです。十字架のおかげです。石の心を変えてもらいたい、そう思う方はアーメンと言ってください。アーメン。石の心を変えてもらいたい、そういう方はアーメンと言ってみましょう。アーメン、ア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 メン。
アメン。ユウさん、アメン。天のお父様、感謝します。以前はあなたの御言葉を知りませんでしたけれども、今私たちはあなたの御言葉を知り学ぶことができます。そしてあなたの言葉は神様の言葉、あなたの言葉は、真理であり真実です。あなたがご自身が真実なものです。あなたの言葉は必ず成就します。あなたの言葉は必ず成就します。聖書を見て、なんとなんと2500年前の預言が成就しています。2500年前の預言が成就し、本当に神の言葉が確かだと確認しています。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって神様が私たちの心の中に来てください。私たちの心、石の心が肉の心に変わっているという奇跡を見ています。今アーメンと言った方々の心が石の心から肉の心となりますように、石の心から肉の心となりますように。多くの人は神様を知らずに苦しんでいますが、どうぞ一人でも多くの人、一人でも多くの人がイエス様と出会って、心が変えられますよ。十字架によってイエス様の、血によって心が変えられますよ。どうぞ今アーメンと言った方々が信仰を持って新しく歩むことができますよ。今トランプさんが日本に来ていますけど、どうぞ良い話し合いができますように。どうぞトランプさんも祝福されますように。またアメリカの教会で30人近くの人が殺されてしまいました。どうぞ彼らの家族が慰められますように。あなたの慰めを受けますように。あなたの慰めを受けますように。そしてこの事件がどうぞあなたの救いの述べ伝えられる機会となりますよ。あなたの栄光になる機会となりますよ。人々がその事件を見てあなたの愛を知ることができますよ。祝福、あなたの慰めが、あなたの慰めがその教会にありますよ。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。それじゃあ今日の夜8時、斉藤亮さんインタビューがありますので見てくださいね。シャローン。